こんにちは、藤田です。今回は、副業で稼ぐために必要な知識を学ぶための正しい取り組み方についてお伝えしていきたいと思います。最初に私のことをご存じない方も多いと思いますので、簡単に自己紹介をさせていただきます。サクッと 1.5 倍速で再生します。藤田博と申します。ウェブ集客コンサルタントをやっています。大学卒業後15年ほどシステムエンジニアとしてサラリーマンをやっていました。その後、脱サラ独立してフリーのコンサルタントとして14年ほどやってきております。現在は、顧問契約とオンライン講座をサービスとして提供しております。はい、起業するために学ぶことっていうのは多いのですが、少なくともですね、工学塾っていうのはですね必要ないと思います。工学塾って何かっていうご存じない方もいらっしゃるかもしれませんけど、プロダクトローンチって言われるですね、あの動画を使ったプロモーション、ご覧になったことある方多いと思うんですけど、それで販売してるやつなんですけど、大体30万から高いやつだと100万ぐらいするですね、スクールですね、オンライン形式のスクールですね。で、こういったものにはですね、投資する必要はですね、まあ、正直ないと思います。で、同じ効果でお金をかけずにやる方法がありますので、今回それをご紹介したいと思います。で、今検討中でですね、お金をまだ出してない人はですね、多分これで出さなくて済むと思います。で、すでに出してしまったということはですね、まあ、私もそうなんですけど、もう今後さらに出すことはないと思います。で、なんでそういうことを言うかというとですね、工学塾必要ないっていうかというとですね、受け身ではですね、起業するための力っていうのがですね、身につかないからなんですよね。起業っていうのはですね、自ら実践して覚えるしかありません。で、工学塾っていうのはですね、きっかけにっていう考え方もあると思うんですけど、でもやっぱそれにしてもですね、ちょっとコスパが悪すぎるんですね。で、その高額を払ってしまうことで、お金を払えばなんとかなるとかですね、あるいはですね、なんとかしてもらえるって考えるのがですね、あんま良くないんですね。で、そもそもそういう考えだとですね、何も受け取れないと思うんで、そういう意味でですね、あまり良くないと思います。で、実際ですね、高額塾入った方はご存じだと思いますけど、私も入ったことあって騙されたことあるんですけど、まあ、中身がですね、相当ひどいです。まあ、適当な教材配られて終わりっていうのがですね 95% を占めます。まあ、私が入ったのはまあもうそこまでひどくはなかったんですけど、まあひどかったですね。で、理由は何かというとですね、もうこれ明白なんですね。募集人数が多すぎるんですよ。ですから、そんなそうですね、1人の講師に対して300人とか普通ですよね。そんなの対応できるわけないじゃないですか。ですから、そういう意味では別に営業妨害するわけじゃないんですけど、あんまり良くないと思います。ということでですね、主体的に学ぶ姿勢があるならですね、工学塾なんか必要ありませんので、もっとコスパよくですね、学ぶ方法があります。では具体的にどうすればいいのかっていうことなんですけど、まずですね、行動計画を立てます。これはそんなにですね、完璧を目指さなくてもいいですね。まあ、ただ緻密には立てるんですけど、今の自分と比較して足りないところをですね、リストアップするっていう感じですね。例えば、動画を作らなきゃならないのに動画編集のスキルがないとかですね、あるいはですね、ウェブの集客をしなければならないのに SEO を理解してないとかですね、そういうことですね。で、そういうのをですね、スキルアップしたらですね、そのスキルをですね、身につける方法を模索するわけなんですけど、で、まあ、簡単なもんでしたら、そのネットでググって、あるいは本買ってでいいと思うんですけど、あまりにもわからないことっていうのはですね、調べようがないし、本読んでもわからないと思うので、そういう場合はですね、専門家とかですね、詳しい人をですね、探す必要があります。で、具体的にはですね、まあ、友達にいればいいんでしょうけど、まあ、いないと思うので、友達の友達ぐらいまでですね、捜索範囲を広げてください。そうすればですね、かなりの確率で専門家にたどり着けるはずです。そしてその方にですね、お金を払って推しを請うのがいいと思います。というのはですね、好意でタダで教えてもらったとするじゃないですか。そうすると、その次教えてもらうのがですね、すごい頼みにくくなるんですよね。で、逆に向こうもですね、何回もですね、タダで聞かれるとですね、なんかいいように使われてるような感じになってですね、相手をしてもらえなくなっちゃう可能性もありますので、そうなるとですね、紹介してもらったお友達にもですね、迷惑だと思いますし、自分もせっかく見つけたですね、専門家をですね、とそれになってしまうという
ことがあるんで、お金を払って教えを請うのがいいと思います。でですね、外出できない方、あるいは地方に住んでいてあんまり人と会えない方っていう場合はですね、どうすればいいかというと、今はですねネット上で便利なサービスがいろいろあります。いわゆるスキルをですね売ってるサービスですね。まあ私使ったことはないんですけど、ココナラさんとかですね、そういうサービスがいくつかあるんで、そういうところで探すのもいいかなと思います。そしてあとはもうそのリストアップしたものをですね、優先順位をつけてですね、もう一つずつ解決していくわけですね。その過程がですね、自分が目指す目標に足りないピースをですね埋めていくプロセスになるわけですね。そしてこれを計画的に期限を決めてやればですね、高額塾など全く必要ないと思います。でここで心配になる方もいらっしゃると思うんですけど、さっきも言いましたけど、自分で作った行動計画が間違ってるとか、間違ってなくてもですねちょっとずれてるじゃないかって思われることもあると思うんですよね。効率良くないとかですね、最短ルートでないとかですね、多分完璧なものはできないと思うんですけど、でもそうは言っても学んでばかりでですね行動次第よりはですね、何倍もその方が効果あるんですね。ちょっとぐらい間違ってても行動する方が全然価値があります。で起業でそもそも重要なのは、もう本当同じことばっかり言ってますけど、実践してみることなんですよ。で実践しなければならない理由っていうのはですね、実践してみるとですね、それまで学んでいたことがですね意味がないことが分かったりとかですね、本当に学ぶべきことが分かったりとかするんですね。で逆に散々学んで満を持してからですね実践してもですね、何の意味もなかったとかですね、タイミングを逃してしまったとかですね、時代遅れの手法だったとかですね、あるいは自分のビジネスには適用できない方法だったっていうのはですね、もう頻繁にあります。これやってみないと本当分かんないんですよ。ですからそうなるとですね、手をこまねいて学んでいた時間がですね全部無駄になっちゃうので、もうとりあえず実践っていうのがですね、おすすめです。これがですね、起業は実践しながら学ぶのがおすすめっていうですね、ことなんですね。はい、今回は以上になります。ご質問ある方はですね、コメント欄からしてもらえばですね、可能の限りですねお答えしたいと思います。コメント欄がですね恥ずかしい方はですね、動画の説明欄に私へのですねお問い合わせフォームのリンクを貼ってありますので、そちらを使っていただいても結構です。YouTube 見てきましたみたいな感じで書いてもらえば分かりやすいです。はい、今回の内容がですねお役に立ったようでしたらですね、いいねを押していただけないでしょうか。よろしくお願いします。私のやる気がすごく出ます。はい、このチャンネルではですね、収入源を増やして複数収入源を得るための方法をご紹介しています。チャンネル登録していただけると嬉しいです。新たな収入源として私の一番のおすすめは、あなたの持つノウハウをオンライン講座として作ってそれを売ることです。それに関する情報についても動画の説明欄の方にリンクが貼り付けてありますので、そちらからご覧いただければと思います。はい、今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。